ボブホープ区部 KCSG は、イギリス生まれのアメリカ合衆国の俳優、コメディアン。本名、レスリー・タウンズ・ホープ。20世紀のアメリカを代表するコメディアンの一人で、あり、ブロードウェイでの演劇やラジオ、映画、テレビ、軍隊でのヤン工業への出演など、広く活躍した。その皮肉な毒舌と基地で広く親しまれ。 1930年代から1990年代まで第一線級の芸能活動を続けた。ホープはロンドンのエルサムで7人兄弟の5番目として生まれた。父親のウィリアム・ヘンリー・ホープはウェストン・スーパー・メア出身の石膏で、母親のエイビスタウンズはウェールズ出身のライトオペラ歌手であった。一家はウェストン・スーパー・メア、ホワイトホール、ブリストルのセント・ジョージで暮らし、 その後1907年にアメリカ合衆国のオハイオ州クリーブランドに移住する。ホープは1920年にアメリカ合衆国の市民権を得た。アメリカに移ったホープはコメディアンになる以前、パッキー・イーストの名でプロボクサーであったことがある。電気作者アーサー・マルクスによれば、ホープは最初の妻グレイス・ルイーズ・トロクセルと1933年1月25日に、 結婚した。彼女はホープの1928年からのボードビルのパートナーであったが、二人はすぐに離婚した。彼は二番目の妻ドローレスでフィーナと伝えられるところによれば1934年2月19日に結婚している。彼女はブロンクス出身でドローレス、リーデという芸名でナイトクラブで歌っていた。ドローレスの出演していた。 マンハッタンのナイトクラブ、ザ・ボーグで出会った彼らは、2ヶ月後には結婚していた。二人は、イリノイ州エヴァンストンの孤児院から4人の子供を、引き取り、子供たちは、ホープの島で共に暮らした。1944年ハリウッド CBS スタジオにて、ジェーン・ラッセルとワーナー・ブラザースの短編コメディーに、何本かの主演後、ホープの映画での人気に火がついた。ホープが映画界で名を上げたのは、 1938年のミュージカル映画100万ドル大放送で演じた豪華客船の船内放送アナウンサー役である。劇中でホープが女性歌手シャーリー・ロスとデュエットしたバラード思い出によみがえるは美しいメロディとハイブラウンな歌詞を兼ね備えた曲で大ヒットし作者のレインジャーとロビンはその年のアカデミー賞主題歌賞を受賞した。ホープはそれ以来 サンクス・フォー・ザ・メモリーの歌詞に手を加えて、ソロナンバーとしたものを、自分の持ち歌とし、生涯にわたって、テーマソングとした。最も有名な作品としては、ビング・クロスビー、ドロシー・ラムーアと共演したパラマウント映画の、ドタ・バタ・ロード・ムービー、チン・ド・チューシリーズや、私の愛した、ブルネット・マイ・フェイバリット・ブルネットが挙げられる。チン・ド・チューシリーズは、ホープとクロスビーの掛け合い、 楽屋落ちギャグを連発したことで人気を博し、また歴史に残るスタンダードナンバーを多く生み出した。日本で広く知られたホープ主演映画としては、1948年のミュージカルコメディ西部劇腰抜け二丁拳銃が挙げられる。グラマー女優、ジェーン・ラッセルと共演した、この映画でホープがアングロ・コンサーティーナを抱えて歌った、ノベルティソング、ボタンとリボンは英語を介さない、 当時の日本人にもバッテンボーの歌として広く親しまれた。またこの作品のヒットによりホープ主演作の多くが日本では腰抜けシリーズとして公開された。ホープは主演男優賞など通常のアカデミー賞を受賞することはなかったが映画芸術科学アカデミーは敬意を表し2度のアカデミー賞特別名誉賞2度の特別賞及び ジーン・ハーショルと人道賞で5回の表彰を行っている。1950年代から1980年代までアカデミー賞のホストを数回にわたり務めたが、1968年の授与式ではサンクス・フォー・ザ・メモリーの演奏と共に堂々を登場して挨拶を始めるや、アカデミー賞へようこそ、まあ、我が家では杉越の祭りと言われているがとのぼうやきまじりなセリフを残している。 アカデミー賞獲得のため野心向き出しに行動する俳優をスティーブン・ボイドが演じたハリウッド内幕もの映画オスカーではホープは受賞式のホスト役を演じた朝鮮戦争にてホープの最も得意とする分野はスタンダップコメディアンとしてのライブステージであり新聞報道によれば1940年の8週間のツアーではその当時の記録である10万ドルを受け取っている ただ、翌年、彼は、無償で賞を行っている。1941年5月6日にカリフォルニア、マーチフィールドで、ホープは、最初の米国遺門協会の賞を行い、その後、アメリカが参戦した第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争から、湾岸戦争まで、約60年間にわたって、およそ60回の遺門ツアーを行っている。この遺門活動は、 軍隊に志願入隊しようとしたところ、エンターテイナーとして兵士を楽しませることがより役に立つと悟されたことに始まる。おそらくは史上最も熱心に軍人遺問活動に取り組んだ芸能人の一人であろう。ボブホープの放送における経歴は64年に及び、特に NBC との関係は深い。そのキャリア初期の1930年代中期に、 彼の人気を形成したのは、ラジオスターとしての活躍であった。彼の映画での出世作となった、100万ドル大放送を、自体、ラジオスターたちを映画に出演させようとする企画の一つだったのである。テレビの試験放送期にあった1932年に、すでに CBS のテスト送信で、テレビ出演をしている。最初の NBC ラジオのレギュラー番組は、ウッドベリー。 ソープアワーで1年後にペプソデント歯磨き提供の最初の冠番組を始めた。アメリカで最も有名なボブホープの番組は数十年続いたテキサコ提供の NBC クリスマススペシャルであろう。オープニングは彼の持ち歌であるシルバーベルズをオリビア・ニュートン・ジョニやブルック・シールズといった女性ゲストとデュエットするというものであった。最後のスペシャルは 1996年、ゲストのトニー・ダンザと一緒に、アメリカの歴代大統領を迎えるというものであった。ボブ・ホープは熱心なスポーツファンとして有名で、プロボクサーの経験があり、ハスラーでもあり、フットボールは見るだけでは飽き足らず、NFL のロサンゼルス・ラムズに共同オーナーとして参画、している。また、1950年代には、MLB のクリーブランド・インディアンスのオーナーとして、 経営にも参画していたことがある。ゴルフファンとしても有名で PGA ツアーの出場経験もある。彼にちなんで命名されたオブホープクラシックは46年の歴史を刻んでいた。さらにアイゼンハウアーからジョージ・ W ブッシュまでアメリカのほぼすべての大統領とゴルフをプレーしている。1983年に世界ゴルフ殿堂入りした。しかし2012年に ヒューマナがスポンサーとなり彼の名称であった、ボブホープの名称は消滅した。なお、ホープ本人は漫談のステージにもしばしばステッキのようにゴルフクラブを下げて立ち、漫談の途中でも持ち替えたり振り回したりしていた。このため、ゴルフクラブはホープのトレードマークの一つとまで課していた。実際にはギャグのネタ自体は専属のギャグライターを多数雇って書かせていた。したがって、 せこいネタも少なくなかったのであるが、それでもアドリブの上手さが超一級であったため、聴衆受けは良かった。非常に長寿であったので、生前の死亡記事という類ま稀な体験を2回も経験している。1回目は、1989年、AAP 通信社により、誤報がなされ、アメリカ会員で追悼演説が行われる陳事となった。2回目は、 有名人の死亡記事の準備校がパスワード保護のミスにより CNN のウェブサイト上で公表されたというものである。当のホープは一向にくたばることもなく2003年5月29日には100歳の誕生日を祝った。アメリカで100歳を迎えた著名なエンターテイナーとしては他にホワイトクリスマスなどを作った大作曲家アービング・バーリン、コメディアンのジョージ・バーンズ、 俳優のチャールズ・レイン、クロリアス・スチュワート、カーク・ダグラス、オリビア・デ・ハビランドがある。ロサンゼルスのハリウッド大通りとバインストリートの交差点はボブ・ホープ・スクエアと名付けられ、35のアメリカの州でボブ・ホープデート宣言された。ボブ・ホープ自身は1937年以来住むハリウッドの北トルカレークの自宅でひっそりと誕生日を祝った。100歳になってさえ、 非常に年を取ったので血液型まで亡くなってしまったと冗談を言って彼のユーモアセンスが老いていないことを証明した。100歳の誕生日を祝った2ヶ月後の2003年7月27日午後9時28分に肺炎のため自宅で死去した。娘のうちの一人によれば臨終にあたって埋葬法を尋ねられた時、ホープは何かびっくりさせてくれ。 サプライズミーと妻に伝えたとのことであった。埋葬地はカリフォルニア州ロサンジェルスサンフェルナンド墓地。ありがとうございます。